藤原岩氏3月1日から1986年2月24日は、日本の陸軍軍人、陸上自衛官、F 機関を成功させた。藤原溜め蔵の次男として、兵庫県高群津満村に生まれる。柏原中学校を卒業し、陸軍にお士官学校を経て、1931年7月、陸軍士官学校を卒業、同年10月、陸軍省委任官。 不評第37連隊付となった。天津中屯不評隊付豊橋陸軍共同学校付などを経て、1938年5月、陸軍大学校を卒業。不評第37連隊中隊長、第21軍参謀、留守第一師団司令部付を歴任。藤原はもともとは、情報畑の人間ではなかった。1939年、 服部卓志郎によって中国から呼ばれて参謀本部入りし作戦参謀となる予定だったが当時藤原がチフスをわずらっていたことでその頃は皇族も在籍していた作戦家ではまずいということになったそれで暴略宣伝を担当する別の課に配属されることになったという陸軍中野学校の教官も兼務しながら 任務の性格について勉強していたが、南方作戦の実施が参謀本部の中で本気まりになってくると、八家では現地における宣伝戦について調査企画することを藤原に命じ、藤原は食卓の民間人十数名を集めて調査研究を開始した。日本における現地情報の不足に直面した藤原は、自ら偽装身分で現地に入って情報と資料を集めた。 また、民間の作家、記者、芸術家などを、進軍先に連れて行って、思想戦に資することを提案し、認められた。右の、立って、両手を後ろに回しているのが藤原。机の上に両手を置いて、イギリス側を睨んでいるのが、山下智之将軍。1941年10月、中盤国大使館部官室勤務として、海戦に先駆けて当地に入った藤原は、 南方軍参謀を兼ねる特務機関の長として心理戦を行った。若干10名程度、増強を受けても30人ぐらいの部下だけで、藤原はかなり幅広い任務を与えられた。その内容は、極端に言えば、マレー人、インド人、華僑等を味方にすることである。その一環として、マレーシア出身の日本人である谷豊を情報要員として起用したのも、 F 機関であった。谷は死後、マレーの張りマオとして、日本で英雄氏されることになる。F 機関と藤原の最も大きな功績は、インド国民軍の創設である。当時タイに潜伏していた亡命インド人のグループと接触して、彼らを仲介役として、藤原は英陰軍兵士の怪獣を図った。藤原は降伏したインド人兵士を、 イギリスやオーストラリアの兵士たちから切り離して集め、通訳を通して彼らの民族心に訴える演説を行った。この演説はインド史の一つのトピックである。インド国民軍は最終的に5万人規模となった。期待以上に大きくなったインド国民軍は一章差の手に余るものであり、F 機関を発展解消して岩黒秀王朝とする岩黒機関を作った。 岩黒は中国における工作活動の経験豊かな人物だったが、インド事情には精通していなかった。日本軍とインド国民軍の間で、また、インド国民軍の内部でトラブルが頻発し、インド国民軍のトップを誰にするかで大問題となった。彼らをまとめられる人物として、インド人の推挙に従いすばすチャンドラボースを呼び寄せることになるが、 インド国民軍初期の統率者であった、ハンシンは任を解かれて起こり、藤原は彼をなだめなければならなかった。両軍とも代償様々なトラブルに悩まされつつ、終戦まで一緒にやっていくことになるが、藤原は、後年、自分が岩黒の幕僚として残れば、もっとインド人たちとうまくやっていけたかもしれないと、後悔している。スマトラ島での同志の活動の後、藤原は、 ビルマ方面軍の参謀を経て、内地でも参謀業務を行っている。終戦時、藤原は九州の病院に入院していたが、そこに偶然、チャンドラボースの飛行機事故で負傷した軍人が転院してきて、彼の死亡を知った。藤原は衝撃を受けたという。やがて GHQ 経由でイギリスの出頭命令を受け、1945年11月、インドまで赴く。 そこでは、インド国民軍に参加した、インド人将校たちを反逆罪で裁く裁判が行われており、その証人として呼び出されたのだった。しかし、インドでは独立を求めて、インド人たちの行動が活発化しており、この裁判に抗議する10万人規模のデモが繰り広げられ、軍艦を占拠されたりするような状況で、結局この裁判はうやむやのままに打ち切りとされた。 その後は藤原を先般とする裁判が始まった。1946年3月、ラングーン経由でシンガポールはチャンゲイの刑務所に送られ尋問を受けた。その尋問はとても厳しいものだったという。幸いにも有罪とはされなかった。この後、さらにクアラルンプールで別のイギリス軍組織から、すなわちイギリス軍情報部から F 機関と、 インド国民軍結成について取り調べを受けた。尋問官は藤原の功績をクロリアスサクセスと評価し、自身経験もなく人員も不十分なのにもかかわらず、それを成し得た理由を聞きたがった。藤原自身その理由はよくわからなかったが、とにかく自分は誠意を持って彼らに接したんだということと、イギリスの統治に無慈悲なところがあったからではないか。 と考えながら説明したという。1947年6月、日本に戻った藤原は、福音局の戦士部に在籍した後、公職追放を経て、1955年10月、陸上自衛隊に入隊した。1956年8月、希望して、陸上自衛隊調査学校の校長に就任し、自衛隊情報部門の育成に努める。その後、 第十二師団長、第一師団長を歴任した後、1966年1月、イガン退職。藤原はまだ制服を脱ぐ前から東南アジア諸国について個人的に活動を行っていたが、退職して自由になると各地を訪問して現地の要人と関係を深めた。インドネシア情勢について、スカルの失脚不可避の見通しを外務省より先に正解に伝えたと言われる。 インドネシア独立の英雄でもあるスカルノ大統領は、その在職が長期化するとともに、当初の清廉さを失い汚職にまみれ、名優だったモハマーットハッタ副大統領まで、還元辞任した。九百六十五年九月に起きた親、中国派によるクーデター事件後も米国は、スカルノ続投支持の方針であったが、藤原和氏は、中島慎三郎らとともに、スカルノを廃止。 1966年のスハルト政権誕生に力を尽くした。藤原と三島幸男の関係について山本春夏は三島のクーデター計画に藤原も関わっていたと著書で書いているが、その信憑性は不明。藤原は田中清春に紹介されて三党と知り合い、自衛隊各所への紹介を行ったのは事実のようである。1971年。 第9回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で全国区から立候補するが落選した。1978年4月29日、君三当随法省受賞。1980年9月、全国戦友会連合会会長に就任した。1986年2月24日、政挙、のぶ、14位。市川宗明の取材に対し、藤原は、 自衛隊に中野学校はない。ないというより、できないと言った方が適当でしょう。第一、自衛隊はまだ軍隊ではないのです。中野学校では、女房ももらわない、命もいらない、金もいらない、ただ国家の捨て石になろう、というのでしたが、そんなこと、今ではできませんよ、と語っている。ビルマ方面軍の参謀として1944年のインパール作戦に参加中、 藤原の下に、第15軍司令官の牟田口蓮や中将が、作戦の失敗の責任を取って、腹を切って、陛下や死んだ将兵に、お詫びしたいと相談してきた。これに対し藤原は、昔から死ぬ、死ぬといった人に死んだ試しがありません。司令官から私は切腹するからと相談を、持ちかけられたら、幕僚としての責任上、一応形式的にも止めないわけには参りません。 司令官としての責任を真実感じておられるなら黙って腹を切ってください。誰も邪魔したり止めたりいたしません。心置きなく腹を切ってください。今回の作戦はそれだけの価値がありますと答え、無田口は、証然としたが自決することはなかった。1五十二年、インパール作戦の避難に耐えきれなくなった無田口は、藤原の自宅を来訪し、助言を求めに来たという。 藤原は、文が、軍に背を向けた悲運は無念ですが、やはりこの責任は閣下に負っていただかなければ、なりません。敗軍の将は兵を語らずと申します。閣下は、生涯目して語らずに、ひたすら自責の護道に徹してください。そして、帰化戦没将兵の冥福を士官に記念制御をして、くださいと訴えた。数ヶ月後、藤原の前に現れた無田口は、 自分の立場を表明もせずに容赦ることは、後世の死化を誤らせると主張してきた。藤原は委任辞長を求めたが、無田口は納得しなかった。そこで、藤原は思い切って、あくまで研究資料として改装録を執筆し、30年間公表しないことを前提に、国会図書館に収めてはどうか、と提案したという。1962年秋、 第12師団に在勤していた藤原のもとに、無田口から一通の封書が届いた。封書には、バーカー元イギリス軍中佐のインパール作戦成功の可能性に言及した来心が同封されていた。この頃ろを境に、牟田口は自己弁護活動を行うようになり、藤原は失望と悲しい思いになったという。自信を取り戻した牟田口は、 藤原に自衛隊幹部の前で講演する機会を設けてくれと要請してきた。藤原は即座に断った。ありがとうございます。